この調子でどんどん行くの。そうですね。あの、そろそろ。はい、そうですね。みやこさん、待ってください。もう休憩するの？まったくしょうがないの。それとも、まだプリンがあるの？それは、もうないですけど。なら、とっとと先に行くの。早く終わらせて、新しくプリンをよこすの。あの、みやこさん、先ほどから機嫌が良くないようでしたので。そんなことないの。みやこはプリンさえあればいつもご機嫌なの。まあ、今はもうないけど。さっき、ディアボロスの皆さんのお話をしてからですよね。それはもう済んだ話だって言ったの。何かあったのでしたら、詳しいお話を聞かせてもらえませんか。この子も気になってるようですし、何より私たちで力になれることがあったらお手伝いしたいです。わかったの。そこまで言うなら話してやるの。はい。この前ギルドの結成記念日があるからってみんなで豪華なプリンを準備したの。それはそれは豪華なプリンだったの。それなのに。それなのに？ちょっとミヤコが先に食べちゃっただけでみんないきなり怒り出したの。みんなおかしいの。さすがに。そうですね。それはさすがにミヤコさんが悪いかと。もう何なの。お前たちもみんなと同じこと言ってるの。どうせミヤコが食べるために準備したものなの。だったらミヤコが食べて怒られるのはおかしいの。そうやって怒るのはミヤコのことがどうでもいいからなの。あんな白状者たちのことなんか知らないの。それは違うと思います。記念日だったんでしょ。だったらいつ誰と食べるかが大切だったはずです。きっと皆さん、みやこさんと一緒にお祝いしながら食べてもらいたかったんじゃないでしょうか。みやこさんとの思い出が大切だからこそ怒って。そんなのわかんないの。食べられない思い出なんかより食べられるプリンの方が大事なの。それでも、それでも皆さんとの思い出を大切にしなかったみやこさんが悪いと思います。わかったの。みやこさん、しかもみんなと同じなの。みやこのことなんかどうでもいいの。よくわかったの。みやこさん、もう知らないの。地下のギルドになんか入ってやらないの。ここでお別れなの。じゃあねなの。ふーんだ。みやこさん、行っちゃいましたね。ごめんなさい、少し言い過ぎました。ごめんなさい。大きな声を出してあなたも驚かせてしまって。気を使っていただいてありがとうございます。あなたは優しいですね。もしまたみやこさんに会えたらちゃんと謝りたいです。会えたらですけど。そうですね。いつまでもこうしてるわけにもいきませんし、先へ進みましょうか。すみません、そっちに行きました。
今度はこっちに。悪くないです。警戒してなかった私たちの落ち度です。そうですね、撤退するしか。せっかくここまで来たのに。ございます。さっきも言ったの、ミヤコは優秀なの。もっと褒めてもいいの。それとさっきは言い過ぎてしまいました。ごめんなさい。まあいいの。ミヤコは心が広いの。プリンを取られたりしない限り気にしないの。どうしても謝りたいなら後でプリンをよこすの。それで完全に許してやるの。どうして戻ってきてくれたんですか？それは別にお前たちのためじゃないの。ただあのプリンがまた食べたかったの。それだったらまた買えばよかったのでは。違うの。あのまま帰ってたら同じプリンを食べてもきっと美味しくなくなる気がしたの。みやこさん、同じプリンでも美味しい時とすごく美味しい時があるの。プリンは変わらないはずなのに、なんでなの？どういうことなの？みやこさんにとってすごく美味しい時ってどういう時でしたか？それはみんなと、あ、多分ディアボロスの皆さんもみやこさんにすごく美味しくプリンを食べてもらいたかったんですよ。みんなで一緒に食べる方がきっと美味しいですよ。だから仲直りしましょう。わかったの。おいしいプリンを食べるためならしょうがないの。だからあのプリンまたミヤコに食べさせるなの。はい、喜んで。相手でしたね。ミヤコさんがいてくれて助かりました。ふっふっふ、もっと褒めてもいいの。でもこいつもなかなかやるの。ミヤコの次くらいには活躍してたの。褒めてもらえて嬉しいそうですよ。それでお前たち何しにこんなところに来てたの？そうでした。どこかにあなたの記憶にまつわるものがあるはず。あそこ何かあるの？もしかしてこれがあなたの記憶の鍵なのでしょうか？よく気がつきましたね。すごいです。
見つけたの。そうですね、ありがとうございます。無事に見つかってよかったです。でもこんなものどうするの？プリンが出てくるとかそういうこともなさそうなの。なんだか少し光ってるような。急に眩しく。なんなのこれ。いらっしゃいませと言いたいところなんですけど、今は準備中なんです。なんなの、お前の知り合いなの？だったら話は早いの。早くプリンをよこすの。あの、どうしたんですか？何もないところをじっと見て。私は店長が急な用事で出かけてしまって、こうしてお留守番をしているんです。閉まってるなら他に行くの、早く。あなたがどうしたんですか？外には準備中の看板を出していたのに。はあ、そうですか。あの、店長がいないので手の込んだものは出せませんが、よかったらゆっくりしていってください。ゆっくりしてる暇はないの、プリン。お急ぎでなければコーヒーはいかがですか？練習中なのでうまく入れられるかどうかわかりませんが。はい、では少々お待ちください。のんびりしてるの。プリンはどうしたの？そうなの、店員のあいつを驚かせてプリンを持ってこさせるの、名案なの。ダメじゃないの、プリン。プリンをよこすの。あの、さっきからどうしたんですか？独り言ではないみたいですし。幽霊の宮子さんですか？この席に座ってると。話しても宮子のことも見えてないの。どうせ信じないの。あなたがそう言うのなら信じます。あの、こんにちは。変なやつなの。宮子さんはなんて言ってるんですか？ありがとうございます。
みやこはそんなこと言ってないの。嘘つくな。なのそれで。あっ、何か落ちそうになってたの。箱？受け止めてくれたんですね。ありがとうございます。怪しい箱なの。きっとプリンが入ってるの。え？これですか？オルゴールですよ。壊れてますけど。なんで壊れたものなんか持ってるの？怪しいの。きっとプリンが入ってるの。どうしてかですか？これは昔曽祖父にもらったものなんです。曽祖父は音楽には興味がない人だったんですけど、だからこそわざわざ私のために買ってくれたのが嬉しかった。曽祖父が亡くなる少し前に私の発表会があって、どうしても来てほしいとせがんだのですが、曽祖父は来てくれなかったんです。そのことで子供っぽくふてくされてしまったんですけど、結局それが曽祖父と交わした最後の言葉になってしまいました。だからなのかな。その時以来このオルゴールが鳴らなくなってしまって、すごく好きだったはずなのに、どんな曲だったのか思い出せないんです。それがずっと心残りで、きっとオルゴールも私に失望したんですよね。だからもう鳴ってくれないんだなんて考えてしまって。え？もしかして都に行ってるの？都、プリンのこと以外はよくわかんないの。でもプリンをよこすならやってやるな。都さんが何とかしてくれるんですか？あの、お願いします。お礼は何でもしますので。やったの。約束なの。プリン、プリン。まあよくわかんないけど中を見ればいいの。こうやってすり抜けちゃえば。ふむふむ。どうでしょうか。オルゴール、お前どうなの？おーい、返事するの。オルゴールが宙に浮いてます。ふむふむ、わかったの。じゃあこの引っかかってる部分を何とかすればいいの？この向きで、このまま。わかったの。やってやるの。せーの、えい。このオルゴールからやれって感じがしたの。ミヤコは悪くないの。本当なの。だってその証拠に。待ってください。鳴ってます。小さくだけど鳴ってます。そうでした。こんな曲でした。ふふん、都のおかげなの。感謝するな。ありがとうございます、都さん。もっと都を褒めるな。でもどうやって直したんですか？外からじゃ見えない部分で何か詰まってたからぶつけてやったの。都にしかできない高度な技術なの。ずっと乗りたかったけど詰まっててすっきりしたって感じがしてるの。多分。悲しんでたりはしてなかったんですか？悲しいとかそういう感じは全然しなかったの。プレゼントで喜んでもらって嬉しいって感じしかしてないの。
そうなんだ。よかった。泣いてるのに嬉しそうなの。やっぱり変なやつなの。本当に、よかった。ありがとうございました。あなたも、みやこさんも。うんうん、みやこに感謝するな。お礼をしないといけませんね。あの、本当にプリンでいいんですか？もちろんなの。むしろプリンじゃないとダメなの。わかりました。それではお礼はプリンで。やったの。プリンプリン、豪華なプリン、おいしいプリン。店長が戻ってきたら作ってもらいますね。それっていつなの？多分夜には戻ってくると思うのですが。そんなに待てないの。今すぐプリンをよこすの。急に机がガタガタと。もしかしてみやこさんが暴れてるんですか？プリンをよこすの。あれ、ここは寝てしまっていたようですね。私たちを守っていてくれたんですね。ありがとうございます。みやこさん、どうしました？夢の話ですか。よかった。そうでした。私も今見た夢の中でプリンを用意していたような。私たちは同じ夢を見ていたということでしょうか。これがこの塔の秘密。プリン。みやこさん、泣かないでください。ランドセルに戻ったら今日お手伝いしてくれたお礼にプレゼントをさせてください。プリン、プリンなの？はい、もちろんです。やったの。プリン、プリンなの。ギルドの皆さんの分も差し上げますので、皆さんで食べて仲直りしてくださいね。それだけじゃダメなの。え、どうしてですか？チカとこいつの分が足りないの。二人とももうミヤコの友達なの。だから一緒に食べるの。はい、喜んで。メルティーレベル超高だ。
ラで表くぬるへんキングダム。みんなでおもてなしぬるへんキメルティーレベルちゃんも。セブンスヘブン、いや私の出番だね。ようこそ歓迎しよう。剣の解放、世界を変われ。これが勝つ者の力です。ノーベルプロミナンスなー。すっごいね。財力の出番ですよね。かな不死鳥よ羽ばたけ、この輝きに見とれなさい。エンドオブフェニックス。これが勝つ者の力です。ノーベルプロミナンスなー。強しリミナル、これが烈風の剣だ。スラッシュテンペスト。いいじゃない、お姉さんの本領よ。神聖なるセブンスヘブン。それくらもう大丈夫に勝てるわよ。お姉さんの本領よ、セブンスヘブン。あなたに力を。クイーンラビリンスの実力堪能できたね。
フラッシュテンペスト、受けてみ、フィールドオブガーデン、ブレイク、私からのプレゼント、スラッシュテンペスト、乾杯しましょう。メリークリスマス。貸し切りましょう。レッカーのクーレンテンプ、エンドオブフェニックス、あたしの出番だね。世界を変われ、フラッどうにも止まらない、メリーウールストライク、お役に立って、レッカーのクーレンテンプ、ジェレイ、全て捧げます。オーロラサンクチュアリレッカーのクーレンテンプ、エンドオブフェニックス、戦いかけろ、レッカーのクーレンテンプ、乱暴はどうにも止まらない、ベリーウールストライク、レッカーのクーレンテンプ、すべて捧げます。オーロラサンクチュアリ、全身あるのみです。決勝よ羽ばたけ、この輝きに見とれなさい、エンドオブフェニックス、あたしの出番だね。世界の奇跡、どうにも止まらない、ベリーウールストライク、レッカーのクーレンテンプ、畳みかけるわ、すべて捧げます。オーロラサンクチュアリ、エンドオブフェニックス、支援しちゃうよ、レッカーのクーレンテンプ、どうにも止まらない、ベリーウールストライク、乱暴はレッカーのクーレンテンプ、ダメ、ヘイド、泣かせてよ、すべて捧げます。オーロラサンクチュアリ、エンドオブフェニックス、レッカーのクーレンテンプ、暖房を止めるに勝って、レッカーのクーレンテンプ、トップ上のモフモフよ、どうにも止まらない、メリーウールストライク、すごいすごいです、強くなれ、どう倒しません、不死鳥よ羽ばたけ、この輝きに見とれなさい、エンドオブフェニックス、すごいね、いや、やあ、そこだ、ここが山場ね、あたしの出番だね、ようこそ歓迎しよう、剣の解放、世界の変わる、燃え上がる、くらえ、不死鳥よ羽ばたけ、この輝きに見とれなさい、エンドオブフェニックス、私の新たな力、オーロラサンクチュアリ、カッコさん、秘伝奥義で、ニッパー、レッカーのクーレンテンプ、その調子です、畳みかけるわよ、秘伝奥義で、ニッパー、レッカーのクーレンテンプ、すごい、秘伝奥義で、ニッパー、レッカーのクーレン
主張よ羽ばたけ、この輝きに見とれなさい、エンド・オブ・フェニックス。その調子です。私の新たな力、オーロラ・サンクチュアリだね、ようこそ歓迎しよう、剣の解放、世界を変われ、くらえ。口肌にもなんで